日本プロマージャン連盟第41期鳳凰戦 A1 リーグ、今週は8月7日に第8節 A 卓、9日に B 卓の試合が行われました。 A 卓は藤崎プロ、古橋プロ、勝俣プロ、一井プロの試合が行われ、古橋プロが4回戦すべて浮きとなり1番スコアを伸ばしました。 M リーガーの勝俣プロも2トップの全連帯でスコアを伸ばしています。そして B 卓は前田プロ、杉浦プロ、沢崎プロ、内川プロの試合が行われ、沢崎プロが2トップの全連帯で1番スコアを伸ばしました。 M リーガーの内川プロは1回戦こそラスでしたが、その後は3回戦とも全部連帯でスコアを伸ばし、高級圏脱出に弾みをつけました。暫定順位はこのようになっていて、降級しないようにと言っていた勝俣プロがついに決定戦圏内の2位まで順位を上げています。暫定1位の前田プロは3連ラスを引いた割には失点を最小に抑え、首位をキープしています。試合後に古橋プロと沢崎プロは次のようにコメントしています。勝ちました。ただもっと勝てた可能性が高いので反省して次回に臨みます。少しプラスできましたね。いつの間にか7位になっていたので2人買わせてよかったです。いつも応援ありがとうございました。日本プロ麻雀連盟第19期女流王家 A リーグ、今週は第5節 B 卓の試合が行われ、結果はこのようになりました。高宮プロが2トップのラスなしで1番スコアを伸ばしました。一方早川プロは本人も口にしているように1、2回戦で終わればプラスで終われるのに、今節も3、4回戦でスコアを崩して終わってみればトータルマイナスとなってしまいました。暫定順位はこのようになっていて、高宮プロが6位まで順位を上げています。早川プロはギリギリプレーオフ圏内に止まれたので次節巻き返したいところですね。試合後に高宮プロは次のようにコメントしています。すごく参加した気がします。今回プラスできたこともあって、今後積極的な選択ができるようになるかと思います。折り返しすぎて残り2節、実際は他の方のポイントなどの様子を見てですが、次節以降も頑張ります。最高位戦日本プロ麻雀協会第49期最高位戦 A1 リーグ、今週は第8節 B 卓の試合が行われました。 B 卓は石井プロ、近藤プロ、坂本プロ、鈴木優プロ、大悟プロの対局となり、近藤プロが1トップのラスなしで1番スコアを伸ばしました。前期惜しくも最高位を逃した坂本プロは1回戦ではラスでしたが、その後3連続トップで決定戦に望みをつなげました。暫定順位はこのようになって、上位陣がスコアを崩し、下位陣が踏ん張る展開が続いているので、まだ減点付近の人は上も下もどっちもありそうな感じです。試合後に近藤プロ、大悟プロ、鈴木優プロは次のようにコメントしています。1回戦が大きかったですね。その後も比較的ややこしい手がなくて、いける曲といけない曲が分かりやすかったんで、まあまあというところですね。もちろん微妙なところもありましたけどね。そこが変わってればもう1着順くらい取れたかもしれませんけど、全体的には上出来だったんじゃないですかね。ポイント自体は前回大負けしたんですけど、その負けの半分くらいは取り戻せて、マイナスを30ちょっとのところまで戻すことができましたので、残り4節になりますけどね、とにかくやれることを精一杯やって最後まで戦いたいと思います。疲れましたね。もうちょっと出入ってくれないと無理かな。まあこんな感じになっちゃいますかね。まあちょっと7節目終わって厳しい位置なんですけど、まだまだ決定戦厳しいのかな。決定戦狙って打つつもりなんですけど、頑張りますので応援よろしくお願いします。結構上がりたいて天杯がたくさんあって、1半チャン目のつもり3アンコウと亀に見えて2個悔しいのがあって、あとは親の国士無双ですね。4着目だったんで3着目の大悟さんに天杯入れさせるのはどうかと思うんですけど、つもが1回増えるし、天杯させることで放たれるパイもあると思うので、トン打ってればもしかしたら9ワン積もって天杯、もしかしたら4万8000上がってた未来もあったかなと、そこもだいぶ悔しいです。今日4314で
三半チャンネにオラスギリギリ2000点上がれて1回トップ取れた。そこの2万点自分の中ですごくラッキーしたなと思っていて、最終戦4着だったんですけど、まだ諦めずですね。もちろん残留目指して、チャンスがあれば決定戦目指して一つでも上の順位を追えるようにしっかり練習して次回に備えたいと思います。最高位戦日本プロ麻雀協会第24期最高位戦女流 A リーグ、今週は第5節 B 卓の試合が行われ、結果はこのようになりました。辻プロが1トップの前連帯でスコアを大きく伸ばしました。永世女流最高位の根本プロは逆に3ラスを含む全逆連帯で大きくスコアを崩してしまいました。暫定順位はこのようになって、辻プロが7位まで順位を上げています。試合後に辻プロは次のように語っています。本当に良かったですね。前々節が4着4着4着3着でボコボコに負けて、プラス60からマイナス90とかにいっちゃって、すごい嫌な気持ちというか落ち込んじゃってたんですけど、それが前節と今節でプラスに持っていけたのですごくホッとしています。次節のスコアによって残留狙いにするか昇級頑張るかみたいな感じにしようと思います。日本プロ麻雀協会第23期雀王戦 A1 リーグ、今週は8月4日に第4節 B 卓、5日に C 卓、10日に D 卓の試合が行われました。 D 卓の結果はこのようになり、下石プロが2トップのラスなしで1番スコアを伸ばしました。この日はなんといっても4回戦目のトン1局に下石プロが地方を上がるという快挙を達成しました。当たりパイのドラ表示を真田プロがツンツンしているところも面白く、下石プロの地方といえばツンツンみたいに語り継がれそうです。そして C 卓の結果はこのようになり、宮崎プロが2トップで1番スコアを伸ばしました。また CM リーガーの浅井プロもラスなしでスコアを伸ばしています。そして D 卓の結果はこのようになり、堀プロが2トップの全連帯でスコアを大きく伸ばしました。暫定順位はこのようになって、堀プロが高級圏から一気に決定戦目前の5位まで順位を上げています。角谷プロは4節連続で3桁マイナスで、まだ6節残っていますが、早くも崖っぷちと言わざるを得ないほど借金が膨れ上がっています。試合後に選手たちは次のように語っています。極端でしたね。 G4 上がった分ちょっと失っての着地でした。リード広げたかったんですけどね。これ来てる時本当ついてて、次節も来ようと思います。なお下石プロにとって人生一番待ちが悪い G4 チャンスだったそうですが、放送後の打ち上げでは、地方はもっと貯めて積もれよ、放送だよ、とダメ出しを受けたそうです。今のところラス1回しか引いてないんですけど、その割には勝ってないですね。勝ち気縁。なんか、雀王戦は残留が基本大事だと思っているんで、決定戦は狙えるなら狙うという感じで、まあ結局トップ取らないと増えないんで、このルールは、やること一緒なんですけどね。M リーガーになって初めての A1 だったと思うんですけど、これからいろんなところに出ると思うんですけど、でもやっぱりこの本場所 A1 リーグがやっぱり一番好きですし、ここで一番勝ちたいと思っているので、決定戦行けるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします。今日は2トップ取れて、だいたい1節のノルマ2トップ取りたいなで来るんで、2トップ取れたんで大満足でニコニコして帰れます。本当は2回戦トップ取って帰りたかったです。それでラス引いてドヨーンってしてたんですけど、感情の起伏が激しすぎて、今上にいるんで決定戦目指して頑張りたいと思います。今日は本当に恵まれていました。目標はあくまでも決定戦ということで、まだこれでは。でも今年から4人、それでも90じゃ全然足りないですね。200弱くらいはいるのかなという感じなんで、これからコツコツ買っていきたいと思います。日本プロ麻雀協会第23期女流雀王戦 A リーグ、今週は第5節の試合が一斉に行われました。結果はこのようになって、水瀬夏美プロが3トップの全連帯でプラス200ポイント超えのスコアを残しました。また林野プロも3トップで決定戦が狙える位置まで順位を上げています。試合後に水瀬夏美プロは次のようにコメントしています。
やばい主役すぎる、嬉しすぎる。今までがずっときつかったんで、こんなに出来のいい日はなかなかないから。2桁マイナスになってウェイ。借金もちょっとだ。今日ここで返済できたのがまだ上を目指せるきっかけになったなと思っています。マイナスを抜けてちょっとだけ安心できるポイントに来たので、ここから自分らしい麻雀で上を目指して、まだ決定戦諦めてないと言えます。今日でこの後も応援していただけると嬉しいです。 RMU 第16期霊障遺戦 A1 リーグ、今週は第7節 C 卓の試合が行われました。好調の松ヶ瀬プロが2回戦目に10万点に迫る大きなトップを取って1番スコアを伸ばしました。暫定順位はこのようになっていて、松ヶ瀬プロの貯金が400ポイントを超えて、本当に500ポイントが現実的に狙える位置にまで来ています。霊障遺戦は決定戦にポイントを半分持ち越すので、松ヶ瀬プロはかなり有利に戦えそうです。試合後に松ヶ瀬プロは次のようにコメントしています。まあついてますね。初戦がリーチ打てる展開が全くなかったんで、上がりも1回だったですしね。そこから立て直したという感じで、去年1回も席移動していないんですよ。ずっとこの席座ってて、本当だったら1回戦目ら吸ってるんであまりいい感じじゃないんですけど、2回戦目でうまいこと吹いたんで、そこからは手配もいること聞いてくれたんで、あと結構読めてましたね今日は。仕掛けに対してもしっかり押し返しもちゃんとできてたし、相手の手配とかもだいたいこういう形とかも全部合ってたんで、ポイントはプラスしてるんですけど、自分では結構見えてたのもあってよかったんじゃないかなと思いますね。残り2節ですね。決定戦は大丈夫だと思うんですけど、こっから全部ラス引いても残れるポイントなんじゃないかなと思うんですけど、半分ポイントを持っていくんで、競輪チャンスのおじさんだ250ポイントくらい持ってるんですよ。結局半分にすると大して差がないとまだ。って考えるとまだまだポイント上積みも必要だし、あと1回時期帯があると思うんですよ。そこで100ポイントくらい差を開けられるとだいぶ決定戦楽に打てるんじゃないかと思っているので、次回以降その辺ですね。ポイント的に楽になったんで、ここからは着順操作とかも入ってくると思うんですよ。上位陣に辛く打って、下位陣に甘く打って、自分が行けるときは行くってみたいな、そういうところも見ていただけたらなと思います。麻雀連合第22期ニューリーグ、今週は試合がなく、次回は8月25日の予定となっています。なお、延期になっている小林プロの宅は8月15日に対局する予定となっています。ということで、今回はここまでとさせていただきます。よかったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。